6時7分発函館ライナー行ってきます。お立ちのお客様は釣り川屋で釣りにお伝えください。次は五稜郭に行きます。ここまでの切符、この先ご利用の追加税の切符を含めて重ねて自動改札機を入れ、今日は一人でございます。誰もいません。ちょっと寂しいけれども頑張ってきます。かっこいい。長野で乗り換えです。なんか英語がいっぱいだね。海外の人がやっぱ多いんだろうな。長野の言葉かな。ヨイト、トラホ。次はこれに乗ります。シナノ。はい、乗り換えですね。シナノっていう電車で、これから松本に向かう。これもなんかすごくいい雰囲気の電車ですね。前にも乗った思い出がある。めちゃくちゃいい天気。うわー、見えてきた。すごい千曲川。こんにちは。この度お世話になります。こちらこそ。よくありがとうございます。野沢さん、お久しぶりです。おかわりなく。国で観光地を誘致しているその10カ所のうちの1個に今入ってるんですよね。へえ、うん、食べ物も美味しいし、空気もいいし、そうですね、景色もいいしね。お蕎麦は美味しいし。お蕎麦は美味しい。北海道の方がいいじゃん。ありがとうございます。先生、50から大勢来てて、そういうお手紙もらって、それで私あの今あの人に群馬のお土産まで。ありがとうございます。皆様大変お待たせいたしました。ただいまより歌絆コンサート開演でございます。ふるさと中、歌絆神と歌おうにご来場いただきましてありがとうございます。今回は2度目のご来場、 YouTuber 演歌男子シンさんをお招きしてのワクワク感満載のおまけです、ね、開催にあたりご来場の皆さん、全ての皆様に感謝とお礼を申し上げます。また私たち会員に優しく、時にはきついご指導いただきました。木月先生、お疲れ様でした。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。いよいよお待ちかねの演歌男子シンさんの登場です。今朝なんか6時の電車で、函館を出られまして、はるばる函館からようこそ松本へ。唇スカーレットで登場です。どうぞ。
改めまして皆様こんにちは。ありがとうございます。今日は歌絆コンサートということで、胸の会、もう本当にあの松本の今日駅に着きましたら、なんかただいまって気持ちになりました。2年ぶりなんですよ、なんか2年前にね、木月先生にお呼びいただきまして、久しぶりに来たような感じがするんですが、でもなんかこうホッとするというか、なんでしょうね、あったかい感じがこの松本の、ね、真面目にはあるなってことを思いながらですね、今日楽しみにやってまいりました。先ほどご紹介をいただきましたが、僕はあの YouTube で活動しております。普段はですね、 YouTube、 あの YouTube ご覧になったことありますか？真のこと見たことあるよって方いらっしゃいます？ YouTube で見てるよ、 あ、ほとんどの方が、ありがとうございます。確かね、前回先生来た時はね、ほとんど手上がんなかったのよね。だんだん浸透してきましたね。ありがとうございます。本当にまだまだなんですが、やっぱりこうやってね、見たことあるよっていただけるとやっぱ嬉しくてですね、この励みになっております。あの普段は画面越しに歌っておりまして、こう舞台で歌うことって本当に少なくてですね、舞台経験があんまりありませんので、もう今もすごく緊張しております。なので皆様、あのちょっと声とかね、あの気軽にかけてほしいんですね。あの可愛いねとかね、うまいねとか、やっぱちょっと言ってもらえるとちょっとホッとするじゃないですか。皆さんこうかしこまってね、見てくださると、やっぱ緊張どんどんするから、あ、かわいい、ありがとうございます、素敵、ありがとうございます、ね、そんな感じでね、あの気軽に今日見て帰っていただければ嬉しいなと、そう思って一生懸命で歌わせていただきます。お手紙つきてくるんです。わ、本先生、はい、シーンを呼んでくださってありがとう。いや、先生のおかげでね。いえいえ、そんなことないです。ちょっと連絡くれた方が、私はもしシーンさんに会えるんならもう死んでもいいですって私に言った方がいらっしゃる。でもね、じゃああと6月29日にね、死ぬのって、いや、それだけではないです。そんなもう、ね、熱狂的なファンもおりましてね、あの本当にこんな素晴らしい方をお迎えできるなんて、私の方もね、大変幸せに思います。もう10万人登録のお祝いをしてあげなきゃいけない。おめでとうございました。ありがとうございます。前回ですね、ちょっとお話長くなっていきません、ね、はい、善光寺へ帰りに寄ったんですね。そう覚えてる、ね、楽しかった、ね、ちょうどあの御開帳の時だったんですよ、2年前。そうです、そうです。エコー柱を触れて、ね、こうやって触ってね、そうそうそう、でね、あなたね、絶対大きくなるから、私が保証してあげるから、絶対大きくなるから頑張りなさいって言ってね、長野の免許を送ったこともあるんです。こんなに立派になってしまいました。本当に10万人たった様のエコー柱の先生のおかげかもしれないですね。そうですね、どうもご利益あったかもしれませんね。どうも皆さんから
歌っていただきたいかなっていうふうに思いました。募集をするんですね。そうです、そうです。歌いたいね、1番2番3番どなたかね、歌う方こちらに出ていただいて、一緒に歌ってくださいね。これ昭和歌謡ですよね。そうです、一緒に歌おう、一緒に歌おう。でも皆さんもぜひ一緒に歌っていただいてもいいですか。そうですね、あの会場席の方からもね、一緒に歌おうということですので、そうです、あなたの声にぴったりの曲だと思った。あ、本当ですか。はい、それで選びました。桜と一郎さん、はい、頑張ります。失敗負けた
お別れするのはね、これからまた頑張っていきますので、ぜひ松本の皆様、そして全国の皆様、応援いただければ強く手をお願いしたいと思います。そんな感謝の気持ちを込めて最後の曲、この曲でお別れしたいと思います。ありがとう、感謝、聴いてください。大切なあなたへ、ありがとう、ありがとう、ありがとう、感謝を込めて、ありがとう。皆様ありがとうございました。皆様お待ちください。函館からやってきました、シンガー松本の皆さんと一緒にこんなに素敵なステージができましたこと、心より感謝申し上げます。皆さんどうもありがとうございました。煙が出てるのはそういうこと？温泉。あ、温泉か、うわー、湯気がすごい。あ、本当出てる、あそこ湧いてるとこだ。有名なカッパ橋、これ見れただけでもね、なかなか。あ、ちょっと揺れない？橋が揺れてますよね。クラシアさんが跳ねて、跳ね、わざと揺らすのやめてくださいよ、それ。揺らそうとしてるんだもん。いやいやいや。